ソース筋こん焼きそばと、はい、ほんで九条焼き。15分ぐらい九条焼きかかっちゃうんですけど。うん、はい、取りますね、こっから。あ、飲みください。見る。うわ、めっちゃ冷えてるよこれ。こんにちは、みゅうみゅうのはんなりめこ TV です。え、うるさいとこからこんにちは。今日は私の大好きな東九条に来ております。東九条にね、もうめっちゃいいお店がね誕生してるんですよ。9月の4日にオープンしたんですけども、交渉しにね来た時に、オープン9月の4日だけど、その時ね酒が飲めないじゃないですか。で、10月からね解禁になって酒が飲めるということなので、私もちろん中で酒が飲みたいので、解禁になってからやってまいりました。では素晴らしい私好みのお店を紹介したいと思います。皆の衆ついてこい。この九条油の工事の大交差点のもうめっちゃ目立つところにできてるんですよ。車で走っててうわーって見つけて、もう即座の交渉に行ったら、なんとオープンしたてっていうことなので、やっと取れる時がやってまいりました。こちらのお店がこちらです。ちょっと今忙しそう。見てこれ、めっちゃいい感じ。たこ焼き、九条焼き、すじこん焼きとか、唐揚げ、牛すじ煮込みで、中に椅子あるようにね、中で飲めます。では入っていくよ。よし、行こう。メニューはこんな安いよな。巨大屋台。じゃあ中お邪魔します。はい、はい、いいやん、ほんま巨大屋台や。巨大屋台、求めてたものがやってきたぜ。でここからお酒を取る感じ。ビールも冷えております。ここ、飲み物はビール酎ハイ350円、安っ。よし、ソース筋こん焼きそばと、ほんで九条焼き。15分ぐらい九条焼きかかっちゃうんですけど。うん、外飲み楽しいね。しかもこんな巨大屋台が誕生してる。皆さんお疲れ様でした。乾杯、缶ビール。うまっ。もうめっちゃ緊張。最初からこぼしたけどめっちゃ緊張。この九条焼きが15分ぐらいかかるということなので、さっきに焼きそばがやってくるので、焼きそばとともに食べたいと思います。1000円以上でイカ玉プレゼントだって。しかもね、期間ない、無期限、ずっと。これすごない？嬉しい。美味しそう。絶対うまいやつや。これめっちゃ美味しそう。焼きそばほんま好きやねん。見てこれ、筋こん。そしてプレゼントのイカ、イカ焼き。そうもテンション上がるわ。ではいただきます。筋もこれ、ゴロゴロ筋、めっちゃ大きいの、これ。筋こんに、巨大のタコ、イカ、なんやろこれ。筋こん焼きそば、何にも書いてないけど、めっちゃ具がね、具沢山、お得よ、安いわ。ちょっと筋こんで、筋こんで、素敵な組み合わせや。お客さんがどんどんやってくる。
久々の大ヒットの激うま焼きそば。私の求める、私が作るのに似てる激うまのめっちゃ美味しい、さすが東北の焼きそば。見てこのタコ、いかん？なんかね、ことぶきって書いてるけど、お店の名前チェーン店なんかな。ちょっと調べてみますね、また。これは美味しいで、ネギもめっちゃたっぷり乗ってるしね、これ、やっぱりビールうまいわ。もうこの巨大屋台だから、外がほらもうこんな感じで、もうほとんど外よ、外。外で食べて飲む屋台の醍醐味。お兄さんめっちゃ美味しいわ。めっちゃ美味しい。さすが。これもありがたいことにイカ焼きよ。これまあまあ大きいよ。これ買ったらね、400円ぐらいしそうな。多分ね。これ祭りで買ったらね、600円ぐらいする。これ見て、イカ焼きやけど、イカがもうさっきも言ったゴロッゴロ入ってんの。ちょっとこちらを、あ、卵や卵、卵もふんだんに入ってる。あ、卵なんかな、めっちゃ美味しそう。ちょ、これやばいわ。もうイカ焼きが本気。こんなね、美味しいイカ焼きね、なかなかない。何が違う、ほんまにソースか違うか知らんけど、もうね、あの祭りで食べるイカ焼きの最高級バージョン。あれイカ焼きね、ほんまにさっとやって600円ぐらいすると思うんですけど、今日これタダやからね。でね、ここね、何がすごい、さっきの焼きそばもだけど、ほんまに具がでかい、ね、うまい。350円。やっぱり屋台はこういう缶やんな、缶。お、来た来た、めっちゃでかない？すごい豪華。あえて豪華じゃないよね、常にこんなん。めっちゃ豪華。ありがとうございます。すごい、これ700円めっちゃお得。うわすごい。これもうお好み焼きのケーキや、ケーキ、お好み焼きケーキや。食べていきたいと思います。これいいやん。これほら、モダン焼き風、モダン焼き風焼きそば入って、筋も入って、ネギも入って、これ絶対お得やわ。これちょっと暑いから、お盆の上で。うわすごい、相変わらずすごいな。これここのね、イカカタコか、超巨大、すごい。うん、すごい店が現れましたよ。
これ700円、700円は安いわ。これだってほんまに全部入りみたいな感じやけど、全部入りではないけど、いろいろこれ入ってる。これ700円も安いわ。うん、まっ、そうよ、皆さんすごい店発見したと思いませんか。うん、いかがでしたか皆さん、この東九条、東九条にめっちゃでっかい屋台がオープンされました。しかも激うま激安、さすがトンク値段。ぜひ皆さん、京都駅からも近い、地下鉄からも近い、まあいろんなとこからチャリでも来れる、もうね、場所はすっごいね、便利な場所にありますので、まずね、ここ来られたら九条焼き、今私が食べた九条焼き、これちょっと食べたくなったでしょ、ほんま食べてほしい、めっちゃ美味しいから。何回も言う、700円、安っ。でね、今日はねちょっとお腹いっぱいだから、こんなに食べてあれこれ食べられへんので頼んでないんですけども、一番人気でさっきお鍋映してたね、筋煮込み、あれもめっちゃ美味しそう。あれもね700円なんですよ。ふらっと飲みに来た時には筋煮込みを食べたいと思いますので、皆さんもぜひね、いろいろメニュー、たこ焼きもあるので、よりすぐって食べてみてください。では今日は酒飲みデーなので、慌てて飲まずにのんびりちびちび飲みたいと思いますので、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。みゆみゆはんなりみやこ TV、 チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。いいことあるよ、いいお店をいっぱい紹介するので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。みんな来てね、美味しいから。